マックス・ホルクハイマーマックス・ホルクハイマーは、ドイツの哲学者、社会学者、フランクフルト学派の代表で、テオドール・アドルノとの共著啓蒙の弁償法で知られる。その他の著書に、道具的理性批判へ向けて、批判的理論などがある。アルトル・ショーペンハウアーのペシミズムへの共感を持つ、テオドール・アドルノと共に、1965年、ハイデルベルクにて、 シュトットガルト郊外のツフェンハウゼンに生まれるユダヤ系ドイツ人ギムナジウムに入学する者の,の中退し実家が経営する工場で見習いとして働いた第一次世界大戦に従軍後1919年にミュンヘンでアビトゥア資格を所得ミュンヘン大学フランクフルト大学フライブルク大学で学び1925年にフランクフルト大学で 教授資格を得た。1926年に結婚。1930年にフランクフルト大学の社会研究研究所の創設に参加。だが、1933年のナチ党の権力掌握後、1934年にスイスのジュネーブ経由でアメリカに亡命。コロンビア大学で教弁を取った。第二次世界大戦後の1949年にまた、 フランクフルト大学に戻り、同研究所の所長に復帰、同大学学長も務めた。1954年と1959年には、再び、アメリカに渡って、シカゴ大学でも教えた。1964年、フランクフルト大学を退職。かつてホルクハイマーによって、同大学の教授職に就くことを阻まれた、フランクフルト学派、第二世代のユルゲン・ハーバーマスが、 公認の教授となった。1973年にニュルンベルクで死去し、ベルンのユダヤ人墓地に葬られている。フランクフルト市内にあるホルクハイマーの検証費。ありがとうございます。